こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。ではやっていきます。ビルダーの鐘を鳴らしてくれてありがとう。これでハオゴン軍と戦っていけるよ。もはやこれまでじゃもうこのものづくりを欲を止められん。わしも教団を抜けビルダーになろう。あら、ジロームも。私もです。これから私もケンさんのものづくりに協力させてください。あら、そうなの。この人スパイと思ってたけど違うのか。どうした。いやいや、君は確か最初の金で来た。俺たちも目が覚めた。これからビルダーとして剣のものづくりを手伝わせてもらおう。そうなんだ。うむ、者どもよく申した。みんなで物を作りハーゴン軍と戦うのだ。え、ハーゴン様の教えを破りみんながビルダーになるなんて、そんなこと許されていいのか。えい、うるさい。お主たちも今すぐビルダーになれ。これは王の側近たるわしの命令じゃぞ。な、わかりました。では我々もすぐに。今後設計図で何か組み立てるときは収納箱に材料を入れてくれれば僕たちも建築を手伝うよ。ハーゴン軍との戦いはこれからだ。まずはなんとか陣地を包囲している先兵部隊を撃破しよう。 OK。あともう一個あったな、クエスト終わった。あ、なんかあとね、あ、あったか、向こう向こう向こう、寝てるアネスタ。魔法の研究所を作ってくれたのね。作りました、ありがとう、助かるぞ。魔法研究所があれば人々がものづくりを手伝ってくれるはずだ。今までより早くものを作れるようになる。ところで君の相棒の指導とは付き合いが長いのか。空っぽ島から。私はムーンブルクの将軍として様々な兵士を見てきたが、あんなに強い戦士に出会ったことがない。ただ戦争は規律が大切だ。身勝手な言動は味方全員の危険を招く。指導は欠かせない戦力だが、あの無鉄砲さが気がかりだ。君がうまく抑えてやるのだぞ。わかった、そうする。いやいや、この気が敵来ちゃうかな、これ。鐘の音につられやがったのか、ハーゴン軍の連中がやってくるみたいだぜ。今まで感じたことのない気配もある。どんな奴らが来るか楽しみだな。オッケー、やろう。うおお、頼んだぞ。来る方向はもう分かってる。行こうぜ。うわ、ちょっと違う、今までと強いな、なんか。うわ、強いよ、殴ったりもしてる。なかなかだ、こいつら。確実にやろう。罠もうちょっと広げとけばよかったな、今となれば。なんか壊されてんのかな。痛い。痛い。助かる、みんな。回収。あとは来てる、あ、来てる来てる。そこまで行く。うわ、なんかでかいのがいる。あ、スタッフが食らえや。あれ強い。こんだけいればなんとかなるね、やっぱり。イエーイ。勝てた勝てた。あ、ここですよね、外だよ、ここ。ハーゴン軍の連中を倒せたな。いつも以上に手応えがあったぜ。そうかな。指導さん、あなたの戦いぶり感動しました。これからはあなたについていきます。兄貴と呼ばせてください。あらま、聞いたかよ。こいつら俺の強さに惚れたらしいぞ。兄貴とか言うのは気持ち悪いが、ついていきたいなら好きにしろ。
それはそうと敵の中に強力な魔法攻撃を仕掛けてくる厄介な奴がいた、いたいた魔法使い。あれは妖術師だ。奴らの魔法は今ある城壁もデインバリアも飛び越えてきてしまう。来てたね。奴らの魔法を防ぐためにはそろそろ城門を作らなければならないな。うん、そっか、作ろう。敵の攻撃で城の一部が破壊されてしまったの。これは直してくれるよね。じゃが案ずるな、わし今やわしらとてビルダーじゃ。城の壁を修復するやしばらく待って。ありがたい。お、クエストクエスト。おお、ちょっと待って待って。城の壁を越える魔法を放つ敵も現れた。そろそろ本格的な縄文作りを進めたい。しよう。縄文があれば攻撃を防げるだけでなく守りを固めながら敵を攻撃できるだろう。うん、まずは防御と同時に攻撃もできる縄文の石図を描いてくれ。 OK、 描こう。結構でかい。これでかいよ。これ手伝ってみんな。でかい。これちょっと手伝って。これはすごい。縄文の設計図かけたのだな。かけました。強固なもんだけでなく縄文から攻撃、ああ大弓もあると。これいいね。前回もあった。これでハーゴン軍を迎え撃てる、迎え撃てるだろう。でもこれだけの建物を剣だけで作るのは大変だ。ありがたい。これだけ大きな建物だ。建築はビルダーになった僕たちに任せて剣には剣材集めを頼みたい。いやーありがたいね。ほんと今まで大きな建物をするときは仲間たちが剣材を集めてくれていた。だってすまないが僕たちはビルダーとして未熟だ。剣材集めは君にお願いしたい。その他の素材を入れてくれれば私たちも建築を手伝います。ああ、OK。まずは大理石を集めて城の壁をどんどん作ってください。城の壁はざっと800個。わかりました。OK。とにかく建材が集めれば僕たちの建築は止まってしまう。ああ、OK。がなければね。君は建材の供給を気にかけてくれ。OK、やろう。ムーンブルク城の再建につながるだろう。 OK。 建築、あれっすね。あ、そうなん、ビルダーじゃないからね。 OKOK、 やります。本当にこの中に材料入れたらみんな勝手にやってくれてます。頼むよ。あと、あ、もうこれはいらないんだね。回収、あとよろしく。敵来た。うわわいいね。あ、罠を作ろうかな、あそこに。うん、お、すごいすごい、助かる。上じゃないんだ、下なんだ。こっから撃つんですね。ちょっと見えにくいけど、こうやってやるんだ。ここまで作ってくれたの。これはあったのかな、もともと。うわ、できた。これはすごい。すごいんですけど、あの横がねまだね隙間があるんですよ。これすごい横ねあるんですよね。この今そうです、画面左下あたりがちょっとね間があるんですよ。だから北側からはまだ入ってこれますよね。この東側がすごいだけなんですよね。素晴らしい、城門が完成し城の形が整ったぞ。これも全部ビルダーになったみんなのものづくりの力だね。城門の完成で陣地は確保できた。陣地の拡大はここまででいいだろう。これで名実ともにここは我らの城だ。そしてこの城門なら妖術師の魔法攻撃も中には届かないだろう。他の魔法魔物たちも効率よく撃退できるはずだ。わあ素晴らしいね。作ってくれたトゲ罠やレインバリアは敵が侵入した時のために今の場所に残しておくといい。そうだね、うん。
もちろん君の好きな場所に置き直してくれてもいいぞ。うん、なるほどね。また作ってやってみようかな。それにしてもよくやってくれた。そなたには何でも好きな褒美を取らす。王様、褒美なんてどこにあります？この城には食べ物だって足りていないのに。あ、そうであったな。ひとまずこれでムーンブルク城の再建はできた。お題は達成だ。あ、ハートがいっぱい出た。この音楽はちょっと可愛いんですよね。ちょっとね、緊張感がちょっと足りない。改めて礼を言う。城門を作ってくれてありがとう。ものづくりというのは本当にすごいものだ。君の力も尊敬に値する。だが私はやはり教団の教えは捨てられない。信念は曲げられないのだ。またすん、信念か。信念信念、うるさいやつだ。だがもちろんこれからも教団と戦い続けるために全力を尽くす。君たちの邪魔もしないから安心してくれ。さて、強大なハーゴングと戦うには頑丈な城にこもって戦うのが上策だ。そうだね。くれぐれも深追いせず城の設備を生かして戦いを続けていこう。うん、 OK。 おっと、どうした？さてと、城門もできたんだ。ここを取り囲んでやがるハーゴングぶっ倒そうぜ。お前まさか敵が攻めてくるまで待ってるつもりか。たまにはこっちから吹っかけてみようぜ。いやいや、深追いすんなって言われたよ。敵が挑発してるこの城までおびき寄せるんだ。どうだ、準備はいいか。いや、ちょっと待って。なんだよ、おじけついたのか。確保できたら声かけろよ。うん、オッケー。塞がってないんですよね、まだ。まあ、この後どうするかわかんないんですけど、この北側、とりあえずここにデインバリアを置いてみました。あと反対側にも置いてみようかなと思ってます。行こう。ま、待って。あ、そうだよね、行くなって言われてたからね。指導、勝手な行動するな。思いつきで動かれては戦争にならないぞ。うるさい、貴様は黙ってろ。その戦争を終わらせに行くんだよ。行くぞ剣、俺についてこい。行こう。いやいや、もういきなりガンガン行くね。挑発してやろうぜ。親玉もろとも城におびき寄せるんだ。オッケーオッケー、やろう。何、どうやるのかだって。まあ見てろよ。おいおい、どうすんの。おい、トロル。あやつらはムーンブルクの戦士か。全く貴様らはトロいぜ。動きも見た目も何もかもな。やっぱり親玉がトロルだからか。違うか。親玉が醜くて太ってやがるから手下の雑魚どももみんなトロいんだな。何を言わせておけば。言ってるそばから歩くのも武器を振るの下ろすのもトロすぎてあくびが出るぜ。いや、怒らしちゃったね。あららららら、ぐわー、やつを捕らえろ、城ごと潰せ。よし剣、とりあえずこんなところだろう。急いで後ろに戻ろうぜ。 OK、 戻ろう。怖い。あのトロルの顔、これでやつらはここに攻めてくるぜ。剣指導、どこに行ってたんだ。アネッサが探して。うおー、この揺れは。おいでなすった、敵だ。いや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 、行こうみんな。とりあえず弓矢使ってみたいな、ここは。いや、な、よし、な、外がいいね。レオン、これが出ないと出ないからな。あ、やってくれてる。わお、いいね。痛い。
いいよみんな、どんどん攻撃して。弱い、わお、わお、スタジオまだかな、来た、おりゃ、やばい、こいつに残っておけばよかった。包囲軍大将か、うおー、ゆるゆると攻め続ける、潰してやる、行こう、こいつだ、あともう一回ぐらい下座が使いたい。痛い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 、あ違う、間違った、こっちだ。お、こら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 、おさん何する、壊されてるやん、いやいや、やばいやばい、押せ押せ押せ、壊されてるぞ、ふう、やった、ボロボロになったけどやった。トロイトロルの軍勢をぶっ倒したな。これで城の包囲は解けたはずだ。敵を挑発しておびき出すなど勝手な行動はするなと言ったはずだ。黙れを勝てたんだからいいじゃないか。勝手な行動は問題じゃが、負ける戦を繰り返してきたわしらがまさかハーゴングに勝てるとは。教団を捨てビルダーになった私もハーゴングに勝てるかどうかは正直半信半疑であった。しかしこれならいけそうだ。戦い続ける宿命から逃れられるかもしれぬ。おお、喜んでるみんな。改めてわしからそなたに頼みがある。王の頼みを聞く前に、じゃあ壊れた城を修復しようではないか。ありがたい、お願い。硬い城の壁を壊せる敵もおったようじゃ、これは厄介じゃな。そうよ、とにかく修復はいつものようにビルダーであるわしらに、はい、お願いします。鉄の壁みたいなのがないときついな。ありがたい。あ、トイレに入ってるおっさん。さて、わしはムーンブルクの王として決断したぞ。ハーゴングと戦い必ず勝つとな。あ、えらい。しかし兵士や民たちの中にはまだ踏ん切りがつかない者もおるだろう。そこでだ、皆に戦いの決意を示し、城の中心となるものをそなたに作ってほしい。うん、先ほどの戦いでトロルメがこんなものを落としていった。これを使って何か作れるのか。やっはー、あー、爆弾使えるかな、これで。わしの希望を伝えよう。あとはそれをそなたが形にし、城門の下にある目印の場所に置いてくれ。 OK、 やろう。砲台、ああ違うね、ロトのかがり火、またすごいのが作れる。 OKOK、 作ろう。場所は、あそこね。 OKOK、 作る、作りましょう。素晴らしい。これこそわしが思い描いたロトのかがり火。皆の者見るがよい。
すごいね。うわわわわわ、なんかすごいよ。あ、雪が溶けていった。あ、これありがたい。床とかちょっと変えたいな。じゃあ、うわ、これは城内に降り積もっていた雪が溶けました。これもロトのかがり火の力なんですね。その通り、このかがり火があればもう城内に雪が積もることはあるまい。それに不思議と力がみなぎってくる。体中から闘志が湧いてくるようじゃ。それならあの強大なハーゴン軍にも勝てるかもしれませんね。ああ、戦いを続けるんじゃない、勝つんだハーゴン軍に。お、リック、リックの言う通りじゃ。ムーンブルクに課せられた戦いの宿命を断ち、この戦いを終わらせようぞ。アネッサがいないな。アネッサどこいる。あ、いるな。うん、やるぞ皆の者、これからの目標は打倒ハーゴン軍である。あれ、アネッサがおかしいよ。ちょっとアネッサおかしいよ。腕組んでたよ。よくやってくれたなケン。これで皆の心が一つになった。これからはハーゴン軍の撃破こそ目的だ。だがロトのかがり火はまだ完成しておらん。完成には王家の紋章が必要となろう。あ、これまだ、あ、なるほどね、オッケー。実は何代も前の王の時代の話だが、由緒ある王家の紋章がハーゴン軍に奪われたのだ。あーらー、トロルが率いておったのはハーゴン軍の先兵部隊に過ぎん。強大な敵はまだまだ残っておる。いつの日かこの地の総督を倒し、王家の紋章をかがり火に掲げれば、この地に平和が戻った証となろう。ムーンブルクの全ての敵を倒し、王家の紋章を取り戻す。その日までどうか敵と、あ、共に戦ってくれか。 OK やろう。アネッサがおかしいよな。さて、そうと決まれば今日のところは寝るとしよう。せいてはことを子孫じる。本格的な戦いは明日からだ。明日からだ。もしも眠れるのなら、わし自らムーンブルクの王家の歴史を枕元で延々と語ってもよいのだぞ。いや、遠慮します。どうした、ロトの鏡火がなかなかおぞましいものを作ったな。しかしこの世界は所詮偽り、勝っても負けてもいずれ滅びる運命だ。だが教団の手先となれば、仲間として滅びの日から救ってやろう。どうだ、悪い話ではあるまい。はい、悪魔神官様のご命令の通りに、自分の信念に従って。よく言った。では城内に恐怖と疑心を広めよ。そしてビルダーたちの力を抑え込むのだ。あら、誰だスパイは。勝つことは許されず負ける戦いを永遠に繰り返すか。ここが禁断の島っていうのもうなずけるな。それにしてもこの島のやつらやけに新年うるさいな。一体何だってんだ。そういうものをかけなきゃ戦争なんてやってられないだと。お前 いつになくそれっぽいこと言うじゃないか。ちょっとイラッとしたぜ。新年っていうのは俺にはわからない。だがお前は、あ、俺はお前を信じてるぜ。いいやつだ。昨日の戦いでもそうだったが、最近俺は自分の中に得体の知れない大きな力を感じる。お前ルルと3人で出所祝いをやった時、俺が言ったこと覚えてるか。あー、なんか言ってたね。俺に何かあったらお前が俺を思いっきりぶん殴って目を覚まさせてくれ。俺が信じてやるんだ。俺をがっかりさせるようなことをするなよな。そなたたちは本当に仲が良いな。王が来た。そしてやはりそなたたちはこの地の人間とは少し違うようだ。
わしはあのビルダーの鐘を聞き、多くのことを思い出し、そして知ってしまった。良いことも悪いこともな。そなたたちはこのムーンブルクで大いなる謎に触れるかもしれん。わしにもわからぬこの世界の秘密にな。大いなる謎、世界の秘密。おいヒゲ、それはどういうことだ。ヒゲ、このムーンブルクを捕まえて。どうした。あっちから人の声が聞こえるぞ。あれ、どうしたどうした。どうした。行ってみようぞ、行こう。どうした。あれはムーンペタンの兵士では。ハーゴオングにこの地には強大な敵が迫っています。どうかご対策を。あらあらららららら、これは。おいおいおい旦那、どこ狙ってやがんだよ。自慢のイオナズンが外れちまったぜ。いや来たね、なんかまた。だから言っただろ、俺様にやらせろって。次は俺様の番だからな。人間ども、貴様らは我が十魔兵団の獲物としてじわじわと追い詰めてなぶり殺しにしてやる。でかいな、なんかこんなんだったっけ。すぐに死なれては面白くありません。ムーンペタは歯向かってくれる者も少なく退屈していましたからね。せめて我ら飛行兵団に全身をついばまれて屍になるまで生き残っていただかないと。いやすごいね、また来た。いやいや待て待て、我らデーモン兵団の恐怖を感じることなくあっさり死んでもらってはつまらんぞ。いやもう全員ぶっ倒す。ムーンペタを破壊しきった後はこのムーンブルクを焼き尽くしてやろう。なんかでかいんだけど。ビルダーよ、せいぜい我ら3兵団を楽しませてくれ。いやもう倒すよ、もう降りて。いや降りてこないの。いやそれ倒せないよ、いくらなんでも。下に来てくんないと。何だったんだあいつらは。ハーゴン三兵団、噂には聞いておったが、ついに動き出しおったか。三兵団だかなんだか知らないが、どうしていなくなったんだ。一気に攻めてくればいいじゃないか。そもそもこのムーンブルクはハーゴン軍の破壊の欲求を満たす場所。やつらは遊んでおるのよ。言っただろ、戦争こそ破壊の境地なのだ。勝つことも負けることも許されないと。ふざけやがって、そんなもの俺が。あら、破壊の神よ、まただ。うぐ、良い考えです。ここは今はものづくりより破壊が必要でしょう。ビルダーもそう考えているはずです。そうなんだね。だが踏ん切りがつかないのなら、少し私が少しだけ力をお貸ししましょう。どうなっちゃうのこれ。どうなのこれ。なんでもない。やつらが言ってやがったムーンペタとかいうのはどこにある。ここから北東に行った先だが。ああはいはい、ちょうどこのここら辺、このさ、あ、火が上がってるようなところかな。煙がこう、こっちから出向いて潰してやる。ここで待ってろ。え、指導の兄貴、我々もお供します。待って、お前たち、またしても勝手な行動。いや俺も行きたい。何の騒ぎだ。王様来た。実は指導と数人の兵士がムーンペタ行きました。
あのハーゴン三兵団を相手にまたも勝手な行動を取り寄って、だが助けに向かえばそなたたちにも危険が及ぶかもしれん。ここで兵たちを失うわけには。なんとそなた一人でも助けに行くと申すか。うん、助けたい。私も同行しよう。リックも一緒に来てくれ。アネッサなんか怪しいんだよね。大丈夫かな。ではケン、アネッサ、リックと共に指導たちを連れ戻してきてくれ。オッケー、行こう。ここいいな、この橋かっこいい。この先か。ポイントあるじゃん、ここにタッチしとこう。ここに来れる、ラッキー。ほらほら、指導来たぜ。痛い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 。はいはい、オッケー。あ、うわ、動きが早いんだ。へい、どこや、ここは。うわ、寝ちゃったよ。あ、今頃したさが使うか。ケイ、あら、仲間やられてない？ちょっと指導。あら、なんてことを。どうして来たんだ？待っていろって言っただろう。いや、でも兵士が死んでる。これは皆死んで、そいつらは、うぐ。その者たちは自らが望んで戦い死んだ兵士だ。戦いの中で散れて本望だろう。そしてその死は自らの無力さが生んだもの。呪うなら自らの弱さを呪うことだ。あら、どうした？貴様本気で言ってるのか？アネッサ、それどころじゃなさそうだ。向こうから敵が、来る？また来ちゃうか。どこだい？すごい数来たね。魔法使えず、ちょっと邪魔。わわわわわわ。うわ、なんか来てる。やったか。痛いな、なんか。わわわわ、なんか強そうなの来たよ。痛い、やばい。暗い。うわ、なんかすごいの来たよ。また。いやいやいや。いやいやいや、多いな。遅くなっちゃった動きが。指導もやばいじゃん。嘘でしょ。うわ、
やられた。なんという兵力だ。このままでは人間このままなぶり殺しする。全員連れて行け。誰か来た。あら、スライム来たよ。大変です。じゃあキラー兵長、あちらに人間の大軍がわしらを攻撃しようとしておるようですぞ。あら、何この人間たちは。もう虫の息、わしがとどめを刺しておきます。どうかあちらへ。このスライムもしかしたらライムくんじゃない。違う、命拾いしたのを。これでひとまず安全じゃ。ではいずれまた。あれ違うの。あれ、え、あれ、スライムに助けられた。ラッキー剣お前、シドどうしてくれるんだ。確かに彼らが死んだのはそれぞれの無力さなのかもしれない。だが貴様が誰のせいなんかってどうだっていい。どうした。みんな死んで、うおー、この地に救いの神はいない。この兵士たちはもう生き返ることはない。あ、もしかしてあそこで生き返ったりしないかな。死んだら終わりなんだ。死んだら全ては無なんだ。僕は死にたくない。なんだ今の声は。どうやらこの教会からの、あ、やっぱ俺はここで待ってる。貴様たちだけで調べてくるがいい。やっぱそうなんだ、教会。やっぱこの中なんかあんだね。あら、どうしたどうしたシスター。お、君は見と。よかった、無事だったか。あなた様はアネスタ様ではありませんか。驚きましたわ。あちらの方に隠れているように言われてここにいたのです。おかげでなんとか助かりました。指導に一緒にいらしていた兵士の皆様はご無事でしょうか。激しい戦いの音が聞こえてましたが。生き返らせないかなこの人。それはないんだ、できないんだ。おお、なんということでしょう。こんなにも多くの兵士の方々が。私はなんと情けないのでしょう。せめてこの方たちを生き返らして。お話ししたいことはたくさんありますが、私はまず亡くなった兵士の方々を、あ、弔うんだね。はい。なんということでしょう。あなた様はあのビルダーなのですね。この地は神なき地。死者が蘇ることはありません。あの方たちのお墓を作ってもらえませんか。お墓か。あそこにいくつか お墓があります。同じ場所に新しくお墓を作り皆さんを弔ってほしいのです。棺桶を3つ作って目印の場所に置いてください。 OK、 作ろう。作業台みたいなのないの。ここあるね。オッケー、作る。なんか入ってに入った。これなんだ、扉か。あ、1個作んなくてもいいか。教会の中に1個あったけど、まあそれ持っていったらバチ当たるか。3つね。はい、ここですね。あれ曲がってんな全部。お墓を建てる場所に置いてくれた、置きました。では次に亡くなった方々の亡骸を担いで棺桶に弔ってあげて。あ、担いでくるのね。やりましょう。担ぐ、よいしょと。弔う。生き返んないんだ。
おお、これでお墓は完成しました。ありがとうございます。いや、いいです。さあ、安らかな眠りのために私と共に祈りましょう。そうなんだ、それしか方法がないのね。これで亡くなられた兵士の方々も安心して眠りにつくことができましょう。ハーゴン三兵団の一部に違いない。敵を城の前にムーンペタを落としたのだ。ああ、城を攻める前にね。城を攻める前にムーンペタを落としたのだ。あら。やはり一筋縄ではいかないだろうな。ガラクタ作りは終わったのか。では早く城に戻るぞ。あら。シドどうした。墓など生きているものにとっては何の利用価値もない。ガラクタだ。この地に神がいないならなおさらだろ。シドウ貴様、シドウ様どうなされたのです。私に逃げろとおっしゃったお優しいあなたはどこへ。ちょっとおかしくなりかけてるね。俺はすまない、何でもないんだ。ここはひとまず城に戻るとしよう。王様に報告しなくては。私も共に参ります。どうかムーンブルク城にお連れください。行こう。よくぞ無事に戻った。してムーンペタはどうであった。いや、落ちてました。そうか、やられ、兵が倒れたか。わしも兵士たちの死を悼むとしよう。うん。もしも気が向いたら報告に来てくれた兵士を棺桶や墓で弔ってくれ、やってくれ。あの兵士ね。オッケー。それにしてもやはりハーゴン軍団の力は強大だな。しかしわしはもう教団を倒し部屋を取り戻すと決めておる。必ずや共に成し遂げようぞ。わかりました。楽しい仲間にし、私を城までお連れくださりありがとうございます。改めまして私はムーンペタの修道女ミトと申します。アネッサ様やリク様とは旧知の仲ですわ。それにしてもここは温かい力にあふれていますね。これがものづくりの力なのでしょうか。突然ビルダーだとおっしゃった時は頭がクラクラして耳を疑いましたが、あなた様は本当にビルダーなのですね。うん、そうですよ。実は私は祖父の教えでずっと昔からハーゴン教団を信じてはいなかったのです。あら。これで大手を振ってビルダーになることができます。これから皆様の役に立たせてください。イエイ。シスターはスパイではないでしょう。おっと、クエスト。今回はここまでにしたいと思います。次回は続きからやっていきます。ご視聴ありがとうございました。